マヤウェルの姿マヤウェルは、先コロンブス期のメソアメリカの歴史のうち、五個天気の中央メキシコ文明、特にアステカ文明において、流絶乱あるいは、マゲーという植物に関連づけられた女性の、神格である。マゲーの擬人化として、マヤウェルはまた、アステカ神話の母性や法上を司る性格を、合わせ持った女神たちの一員であり、多産や、需要の概念と結びつけられる。 マヤウェルはアステカにおける流絶乱あるいは、マゲーの女神として知られる。また、マゲーの加工品の一つである酒と結びつけて、語られることもある。マゲーから得られた、加工品は、メソアメリカの高地及び南東部の非常に広い地域に、渡って使用されていた。差し脇を流す儀式において使用され、また、歯から取り出されたせいには、紐や布へと加工された。おそらく最も重要な、 マゲーの加工品は、プルケとして知られるアルコール飲料であり、多くの公式な行事や儀式、祭典などで顕著に使用されていた。この延長線上で、マヤウェルはしばしばプルケに関連した文脈において登場する。いくつかの二次資料が、マヤウェルをプルケの女神と記述していることがあるが、マヤウェルは最終加工品のプルケではなく、原料としての植物と強い結びつきを持っている。 マヤウェルの配偶神とされるのは、飲酒と名帝の神であるパテカトルである。また、名帝の神々であるセンツオンとト,トチティンの母親とされている。マヤウェルは、彼女の多数の息子たちに授乳するためのたくさんの、チブサを持った姿で表される。アステカの二0ある歴実のうち、マヤウェルは八番目である、トチトリの日の守護神とされていた。プルケの起源に関しては、 風の神でありケツアルコアトルの化身とされるエーカトルが天井から地上へとマヤウェルを連れ出した神話が伝わっている。以下に概略を示す。エーカトルはマヤウェルに天井を離れ共に地上に降りてほしいと願う。マヤウェルはこれを受け入れ、二人は絡み合った枝を持つ木となる。マヤウェルのヒ祖母であるチツイミトルは二人を追い、二人が変化した木を発見する。 激怒したツツミトルは木を破壊する。マヤウェルは、ツツミトルの配下であるツツミ目によって食べられてしまったが、エーエカトルは無事であった。エーエカトルが畑に巻いた、マヤウェルの骨は成長して曲げーとなり、プルケの原料となった。ありがとうございます。